はい。皆さんこんにちは。ワンダリクルフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、立浪編、コンプリートモードの続きを、プレイしていきたいと思います。ミッション14。米海軍が期待する将来の大統領候補、ノーマン・キング・ベイツ少将が指揮する大艦隊に挑むというミッションになります。まあ、敵が大艦隊ということなので、敵の機関をね、集中的に狙うと。いうのと、やっぱり魚雷の数、ミサイルの数、これをね、用意をしていきたいと思います。まあ、大統領といえばアメリカの大統領選10月、11月ですかね、ありますよね。まあ、前回の大統領選も、まあ、一エンターテインメントとしてはかなり面白かったかなと思うんですけど、今回はこんな感じになるんでしょうね。持っていく魚雷なんですが、デコイを6本、シーランス8本、ハープンを18本、マーク46、8本、マーク48、12本、そしてマーク50を8本という数持っていきたいと思います。もうちょっとハープンミサイル増やしたいなというところはあるんですが、少なくともですね、デコイを減らすと被弾確率が高まってしまうので、一旦これで進めてみたいなというふうに思います。はい、ミッション画面に入りました。早速敵を捕捉した模様です。もう少し距離が詰まってきて、魚雷が撃てる距離まで、あるいはミサイルが撃てる距離まで縮まってきたら、一気にね、魚雷を当てていきたいと思います。そして先ほどハープンミサイル18本というお話したと思うんですけども、レベルを少しだけ上げてですね、魚雷のあるいはミサイルの総搭載本数をプラス5本にしました。これによってハープンミサイルプラス5本増して、全部で25本という数用意してあります。さあ、これは敵の潜水艦でしたね。潜水艦にまずは先制攻撃していきたいので、速度5ノット、深度100まで上昇。これでミサイル、魚雷、どちらでも攻撃ができますね。敵に発見されました。先に魚雷を撃ちたい。敵は耐水ヘリも飛ばしてきましたね。では、20ノットまで速度を上げて、敵の耐水ヘリからの耐水雷に備えましょう。できれば、魚雷を当てて、その魚雷のノイズの中に飛び込んでいって、敵の耐水弾の攻撃をかわしたいですね。魚雷出た。ソナーが落ちました。まあ、ソナーを無効化できるだけのノイズが、ミサイルが命中すれば出ると思うので、命中。攻撃型減衰、ニューポートニューズ、撃沈です。では、あのノイズの中に飛び込みましょう。早速、敵の耐水ヘリがかなりの数飛んできているので、ノイズの中に身を隠したいですね、まずはね。敵のソナーの近くを通っているので、こちらの位置はもうバレたと思っていいですね。そして後ろから気づかないうちに、来てたのか、かわせるかな。命中、食らいましたね。あの角度で当たって艦首の方向にダメージを受けるのか。ちょっと意外でしたね。さあ、あそこに、どうだろう、大きさから言うと、巡洋艦か駆逐艦かというサイズの水上艦発見しました。これ、まずは手始めにということで、ハープミサイル。駆逐艦ミッチャーでしたね。これは、ハープミサイルであれば撃沈できる。そして、至近距離に、敵の潜水艦。
ホーミングで2本出します。敵潜水艦も多いな。ちょっと距離が近すぎて入らないかな。正面に敵の水上艦、マップミサイル発射。命中。ミサイル巡洋艦ポートロイヤル撃沈。敵の潜水艦に後ろを取られる危険が出てきているんですが、まあ、ここはもうしょうがないのでこのまま進みます。さあ敵の水上艦さらに発見してます。ここはタップミサイル撃てるときできるだけ多く当てて敵の数を減らしておきたい。戦艦愛用は戦艦クラスだとハーフミサイル、1本だと落ちないですね。全部で4本当てましょう。3本出します。命中。戦艦愛用は撃沈してます。では後ろを取られている敵の潜水艦、これに関してはシーランス出してシーランスで攻撃させましょう。さらに後ろから耐水弾来てますのでこれデコイで回避します。食らった。完備に命中。これ以上はちょっともらえないですね。さあこれも敵の駆逐艦、巡洋艦ですね。ケースジョージ撃沈です。敵の機関を探さないと。ちょっとこのままダメージもらい続けると持たないかもしれない。敵のヘリが逃げていた方向、その先、あるいは敵のヘリが向かってくるその先に敵がいると見て良さそうなので、そこにね、ちょっとターゲッティングしていきたいと思います。ここには敵の水上艦、マーク、48のぐらいですね。これを4本差しで、ちょうど敵の機関がいた。さあこれがまず当たってくれるかどうかですね。こちらも敵の攻撃を受けるのでデコイを緊急で発射します。もらったかな。アーセナルシップ撃沈。寸前のところでもうちょっと時間がかかっていたらこちらも魚雷を受けて場合によっては撃沈されていたやもしれないという本当にギリギリの戦いでしたね。危なかったかな。総合得点は79000点、ミッションランク A という戦績になりました。では、まあ、今回少し短いですが激戦だったので一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。